今日も元気に下でるやっていきましょう。アクト4、薄暗がりの中へ。最初のステージはゴーントレットって言うらしいです。こんな単語生まれて初めて見ました。騎士の苔とか防御系とかいう意味らしいです。今後一生見ることもないでしょうね。わかんないですよ。いきなり中世ヨーロッパに転生するかもしれません。変な病気にかかるか盗賊に襲われて終わりだと思うんですけど。ここのステージはこれまで見たことないほど広かったです。それと、新しく爆弾を拾いました。そんなのいっぱい持ってるじゃないですか。それが、設置して2入のタイミングで爆発させるタイプの爆弾です。強いっちゃ強いですが普通に撃ち殺した方がいいと思いました。突き当たりでグリーンキーを拾いまして。こいつで扉を開けまして、室内に入ります。なんかフレームレート低くないですか？そんな気もしますね。まああれです。劇場版ドラえもんみたいなものです。何を言ってるんだね君は。いつもはこの本棚みたいなところで F キーを押すと説明があるんですが何もないみたいです。まあ今更言うこともないんじゃないですか。ちょっとストーリーとか補足してくれたら嬉しかったですけどね。穴に落ちて第2ステージへ。次のステージはペインレスですか。いえ、普通に出血を強いられます。ここのステージもかなり広くて時間がかかります。高低差があって開けてるからエリアが広いと錯覚しているかもしれないですけどね。それはありますが、それよりもっと意味わかんないことが起きていました。はぁ、バグかどうかはわかんないんですけど、ずっとこの画面で動きません。こんなん江戸時代でも作れますよ。音は取れてたみたいなんですけど、録画終了までずっとこのままです。さすがになんなのでやり直します。またこうなればいいのに。趣味悪いゲームってそういう意味じゃないんですけどね。やり直してきました。今度は動いてるみたいですね。それはいいのですが特に何もありません。もっと心も動かしてください。いっぱい倒せて楽しい。やっぱり動かさないでください。途中からヘビーボルターとかいうミニガンみたいな武器を拾えるようになります。ちゃんと打ち出すのにちょっと時間かかることに興奮します。キモい。じゃあリボルバーかノン派なんですね。こういう拾って使える柿は玉切れになると勝手に捨ててくれます。もったいないですね、こんなに強いのに。腹部にでも埋め込んだらどうですか。シトロハイムですか。でもすぐにもっと強い兵器に出会うことができます。いつものパワースーツです。強いのに弾にしか切れないのがもったいないですね。腹部にでも埋め込んだらどうですか。落語の頭山に出てくる人みたいな体でもない限り無理です。あとはそこはかとなく倒しましたら次のステージに向かいましょう。この録画で次のステージということは2回目なのでは。いい感じに繋げておきます。小林茂。そういえばここのボスは前回までお話ししていたユサンダーさんです。あの人が最終ボスだと思っていたんですけどね。そんなことはなかったです。王道なんて通じないのです。いいですねー、次のステージです。次のステージは悪夢の燃料らしいです。燃料が何なのかはわかりませんが、壁をぶっ壊しながら進んでいきます。先が見えませんね。ですが、ミニマップで大体の敵の位置はわかるので別に難しくはないです。ここで謎の砂嵐が来てミニマップ見れなくなればよかったんですけどね。制作者さんはあなたのように性格悪くないのです。さて、進んでいきますが、何もここを越えるだけなら敵を全滅させる必要はなかったみたいです。ミニマップではどこ行ったらいいかまではわからないのでしょうがないですね。なんとなく察せるような気もしますが、せっかくなのでこいつは爆弾で倒しましょう。こんなもんですかね。すごい。ま、今のところこれが唯一の戦果です。ピーキーすぎて使いにくいです。徳型駆逐艦みたい。では、残党を始末したら次のステージへ向かいます。沈みゆく町にやってきました。ここではマグマの中をジャンプして渡っていくんですけど、今までで一番難しかったです。なんというか、自分がジャンプする距離を把握できないのです。下手くそですね。二段ジャンプとダッシュジャンプが私を狂わせます。ぴょん。
しかもいっぱい敵が配置されているのでいっぱい弾が降ってきます。なるべく排除しながら進みましょう。まるで何回かやってるみたいですね。10回くらいは溶岩遊泳を試みています。マイクラみたいな BGM してるだけありますわ。でもまあ、気をつけていけばなんてことはないです。溶岩がこんなにあるのに利用しないのはもったいないですね。キュウリでも入れておきますか？つけてるのは木じゃなくて野菜だった。ゲームも中盤になってくるとこんなことくらいしか思いつきませんね。つけるじゃなくてプーケルとかの方が良かったんじゃないですか？いきなり血液型の話されても。よく話通じないとか言われてそう。さて、ここでもミニガンを使うことができます。ここに車で感じた鬱憤をぶつけてあげましょう。本心は？もうやり直したくないです。許してください。悲しいハリネズミだった。最後にウィニングロードを通ったら、次のステージに向かいます。もうソロボス戦です。嫉妬の天使、ユサンダー。今度は下にマグマもありません。深淵のみです。マイクラの地下がチャンク抜けで表示されてるみたいですね。落ちたら一発アウトなのにタレットみたいな敵がいっぱいいます。やられる前にやるしかないですね。ま、でもここはさっきの面と違って全部ジャンプのみでいけるので助かります。コナン読めないじゃないですか。サンデー派だった。ではさっさとボスの元へ向かいましょう。途中武器商人ちゃんがいて、話しかけてみましたが特に何もなかったです。最初から知り合いみたいな感じで話してたんですけどね。意外と表面上の付き合いだけだったのかもしれないですね。適当こいてるなぁ。降りた先でガみたいな敵を倒して、下に降りたらいよいよボス戦です。あんまり聞いてる気がしませんね。音は全部弾いていますが実際は聞いてるみたいです。あばよ、いきなり手荒い歓迎ですね。そこかしこから雨あられです。でも、見た感じ対比できそうなところはなさそうですね。力場まずは雑魚を片付けましょう。そしたらあとは全ての火力を投射するだけです。あなたと私、どちらの体力が先に尽きるか我慢比べですね。コンクラーベです。今まで貯めてたパンサーファウストを全てぶつけていきます。お前がパンサーマイヤーだ。これで最後の一発なんですが、まだピンピンしてます。普通に硬いですね。着弾確認する前に逃げてるので当たってないだけかもしれないです。残りの体力はいつものチェーンガンで削っていきます。これで最後だ。ああ、また一つ鉄くずになってしまって。でも、その原子はまた巡り巡って次の生命を構成するのです。R、I、B、今回は、スプリントブースターが解放されました。走りながら射撃できて息も止められるようになります。これで少しでも精度が上がればいいですね。帰ってきました。最後に、武器商人ちゃんに会いに行きましょう。ああ、やっぱりユサンダーちゃんはいないんですね。ユサンダー様は死んだよ。ここに戻ってきたらもしかしたらまだいるかもしれない。そう思ったけど、バカだよね。では、今回はこのくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。